どうも、ヤロマイクカンパニーもちもち大福です。お茶まるダニーこんにちは、やいそー。さあ、本日の動画は演習的不思議な地名のアクセント、よいしょはい、ということで、はい、本日は演習的不思議な地名のアクセントについてお話ししていきます。はい、まーつりーだ、やいそーやいそーいやいそう。今までいくつか動画出してまして、うん、浜松的不思議な地名のアクセントとか、はい、浜松的不思議な単語のアクセントみたいなのを出してるんですけども、うん、今回はもう少し広げて演習地域にちょっとスポットを当ててお話しします。はい、でしかも今日話すやつは結構本当にポピュラーというか結構本当に話題になりがちな場所だし、超有名スポットなんですけども、はいはい、まあ、まずその演習弁っていうものがね、ちょっとこの独特なイントネーションがあったりとかしますよねっていうのがあって、まあ、その中でいろんなものを紹介してるんですけども、はい、今日は岩田という場所ですよ。うん、皆さんがご存知の岩田市の岩田、はいはい、これがだから市がついた時には岩田市って言うんですけど、うん、市を取った時には岩田っていうのがもう割とこの、近辺、うん、西部地域の近辺、うん、浜松で育ってる僕とかももうその市を取った場合には、うん、岩田岩田、今日は岩田に行こうぜとか、うん、まあ、岩田というふうに言うんですけども、うん、これがやっぱその大福くんは最初っていうか今もちょっとバグる時があるみたいな。今もこれはロシアンルーレットだと思う正直だから言える時と言えない時があるんですよね。おうおうおう。でなもんで要は市を取った時にも、うん、岩田っていう音のイメージがやっぱその岩田市についてはイメージが強いっていうことなんだよね。だから何かを言うたんびに、うんうんうん、このねこのここに今出てますよここのことを言うときに何かしらずっと岩田って言ってたんでね。はいはいはい、はい、そもそも、うんうん、何か、うん、じゃあ例えばサッカーチームだとか、うん、市のことを言う常に岩田って言ってて、うん、はい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 、でそれがもう延々と治らなくて、うん、で岩田どっち出た今どっち出た今は、うん、外れが出てます。外れが出てます。岩田あ、当たり、あ、これ岩田ね、まあ、岩田になるまで、うん、分かんないから、うんうん、極力、うん、このワードは僕はもう言わないようにしてます。だから岩田市にしてしまえば、うん、その音でいけるもんで、うん、これは一応多分統一感があるんだよね、うん、だから何か言う時には岩田市にしてしまえばいいというような形なんだよね、うんうん、だから岩田ってスッと言える時が、うん、これはもう今だからもうずっと拳銃のロシアのルートってる俺はイメージなるほどね。イメージ的にはね、だから、うん、いや練習というか岩田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 ってなってたら、うん、まあ、ポンって言えるかもしれないけど、うん、今そういう動画も回してるし、うん、でもこれがポンと動画も、今回してなくって、うん、岩田の話もしてなくて、うん、岩田の話題をしようと思った時にはあれどっちだっけが起きる可能性があるってことだよね。だなんとなくのイメージとして、うん、この先このワードの岩の部分が先に強く言えば岩田、うん、いや、違ってる岩田か、うん、そうそうそ う, そう岩田は、うん、なんかそのイメージなんだよね。だから、うん、気抜くとも岩田って言っちゃう。今合ってる合ってるいや、だからこれが、うん、やっぱその独特というか、うん、その東京育ちだもんで、うん、その音だけが未だにこう、馴染みがなくって、うん、バグると。で、うん、この演習的言い方ももちろん理解してるし、うん、なんだけどポンって出す時にどっちの音だっけになってしまうっていうのが大福君はあるっていう話をしてたんですよね。まあ、分かりやすく言うと、うん、まあ、僕はサッカーチームが好きなので、はいはいはい、ジュビロがね、はいはいはい、まあ、分かりやすいチームじゃないですか、はいうん、だから最初で言うとジュビロ岩田って言ってたんですよ最初は。まあ、最初はね。でジュビロ岩田が、うんうん、こう、まあ、分かりやすいんだけど、はいはい、もうここが言えないから、う
岩田なのか岩田なのかがもう分かんないから、もうジュビロっていうように、そう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 、そうで、サッカーは大好きだし、 そのジュビロは昔から知ってて、好きな選手だったりとか、推しの選手もいたりとかはするんですよね。そうだから西部地域に来たし、やっぱジュビロって本当に昔から強いし、今もまたこうチームとしていいチームになってきて、やっぱ浜松来たからにはジュビロのことどんどん知っていきたいんだけど、ここが言えないからもうだからジュビロとしか言えない、そう、それがね本当に面白いなと思って、でもやっぱ別に正解があるわけではないんですよね。で、僕らは例えば俺だったらその岩田がちゃんともう馴染んでるから、ジュビロ岩田っていう風に言えるんですよ。ジュビロ岩田とか、なんかあった時にね、ポンって言えるけど、やっぱ それが生じるんだっていうのが、なんか一個面白いなと思ってて、でやっぱなんかそういう話って僕らもそのラジオ局に出入りさせていただいてるんで、まあいろんな方とそのお話はするんですけど、そのやっぱ正解はないけども、地元の方の言い方というか地元民ならではの言い方っていうのはやっぱ一個大切にした方がいいんじゃないかっていうのはやっぱ話にもあったりとかするらしいんですよね。でもこれは本当に正解が何なのかっていうのはちょっと誰もがその言える話ではないというか、だからそのコメントとかでさ、岩田じゃなくて、岩田って言われると、って思うなっていうのがあったりとかすると、ごめんなさいって。いやこれ本当不思議で、俺はそのやっぱもうね、少年時代からずっと過ごしてて、浜松の隣に岩田はあったもんで、もう本当に何の、そういう違和感がないというか、それで当たり前で育ってきちゃってるから、あ、そうなのっていう感覚なんですよ。その岩田っていう人もいるんだみたいなのが、でやっぱそれは県外の方とかね、の方がこっちに来た時に最初にその音で言ってしまうとか、でもやっぱ住んでくことによって慣れる人は慣れるみたいだし、いまだにどっちか分かんないみたいな、大福くんとかもそうだと思うんだけど、っていうのが生じてるっていうのがやっぱこれすっごい面白くって、だからなんかその間違ってるよっていうのもどうなのかもしれない、分かんないんだけど、まあ、やっぱ地域として見た時には岩田っていう方が多いから、まあその形が本当にやっぱ地元民ならではの言い方で、しかもこれがその町名とかじゃなくって市としてある町で、その呼び方がちょっと独特な部分があるんだっていうのを知った時はやっぱめっちゃ面白かったね。まあまあでもやっぱ、まあ、音だからね、やっぱまあ間違えられたらこう嫌だなと思うのは多分愛情だと思うんでね。そうただ心は広く持っていただけると私みたいな人間もいますんでね、脳では理解してるって話だもんね。そうだから僕立川出身ですけど、やっぱ立川の音がもしね、あんまないけど、音が違ったらやっぱ嫌だなと思うのは分かるので、ただその分かってんだけど言えないんですっていうこの苦しさも分かってほしいなと思いますね。そうね、やっぱでもこの岩田に関してが、そのコンビ間で大福がたまに勝手に悶絶してる時があるんだよね。苦悩している時があるんだよね。そう、めっちゃね、めっちゃジュビロの話したいのよ、ほんとは。そうあ、したいけど、でもあの音でごちゃごちゃってなるんだったら、まあ別にいいかってなっちゃうんだよね。そう。やっぱスパッと言いたいよね、ジュビロ岩田って言いたいよね。今言えてる。今は多分横でバーって言ってるからその音になってるけど、多分気が付いたら多分岩田って言っちゃうと思う。そう、だからそれ自体がやっぱ不思議なんだよ。やっぱ、でもそれだけ難しいんだっていう話でさ。だから前もね、ちょっと取り扱ったけど、くっさ？ああ。どっち今合ってる？今のは間違いです。東京都の、ふっさ。ふっさね。ふっさ。ふっさとふっさ問題が、僕が、未だにやっぱ、抜けちゃうんですよ、すぐに。だからこれなんだよね。まさにこの逆転現象が常に起きるってやつで。だから、その、東京で、そもそもサッカーとかを見てるときに、やっぱ岩田、じゃあ岩田か。いや、逆だって合ってたのに合ってたのに。あ、違う、だからそっちの今の後のイメージなの。あ、なるほど。東京で、最初の言った、こっちの西部地域のイメージじゃなくて、岩田のやっぱイメージなんだよね。あ、ニュースとかで見てた。ニュースで見るときには、ジュビロ岩田、ジュビロ岩田。岩田の。ああ。だから多分それが逆を言えば
30年ぐらい岩田の言い方で来てるから、こっちに来た時に多分岩田の言い方が言えないっていう。確かにね、笑うっていうことなのかなってうっすら思ったけど、うん、でもやっぱ俺の中ではもうロシアルーレットが続いてる感じかな。俺のそのふっさふっさふっさじゃないって。え、違うんだ。俺もだからそれはロシアンルーレットやってるようなもんだから。いいよ、ふっさと岩田でやんなくていいって。いやだからね、それ本当にこの東京の、うん、あの場所と、うん、この静岡県の場所っていうので、うん、この逆転現象が常に起きるっていうのが面白いなというようなお話でした、うん、はい、はい、ということで、うん、まあ、今日はこの遠州地域の方の、うん、ところで、でもこの岩田の話を、うん、静岡県中部とか東部の皆さんはどっちで言ってるのかちょっとまた気になるんですよ。あ、なるほどね。同じ静岡県内だから、うん、皆さんはどっちのイメージですかと、うん、その岩田っていうイメージなのか、うん、岩田っていうイメージなのかっていうのは、うん、その同じ県内の他のエリアの方はどうなんですかっていうのはちょっと気になってて、うんうん、まあ、あとは逆にね、中部とか東部とか伊豆方面とかで、うん、なんかそのこの俺らの地域の言い方があるんだけど世の中ではこういう言い方が多いみたいなのがあるのかなみたいな、地元ならではの音ね。そうそうそう、ありそうっていうのがもしかしたらあるかもしれないもんで、なんかそういうのもまた検証したいなと思うんですけども、はい、今日はこの岩田のお話ですよね。はい。という形で岩田。あ、合ってます。危ねえ。まあだとしても俺もなんか強くは言えないんだけどね、これに関しては。まあでもどっちで言ってても優しくしてください。はい。でもね、本当にかなり地元民ならではの言い方ってあるなっていうようなお話でございました。はい。ということで高評価とチャンネル登録よろしく頼むに。以上やらまいかカンパニー。高評価とチャンネル登録よろしく頼むに。やらまいか。次の動画も見てね。